はい、20時になりました。讃岐うどんのお時間です。ということでヤグタウンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日紹介する動画で合計256店舗目の讃岐うどん屋さんの紹介となります。ということで今日は香川県丸亀市にある丸亀半山店さんの方へ向かっていっております。それではこの丸一半山店さんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.16 点、そして Google の点数が 3.7 点となっています。営業時間は平日が11時から16時まで、土日祝が10時から18時まで、定休日はなんと無休となっております。交通手段として車の場合、駐車場が約28台分あります。最寄り駅は栗熊駅で 5.4 キロほど離れててちょっと遠いです。周辺のうどん屋さんとしては山の谷うどんさんであったり、カイジさんがあるだいたいあのあたり。おすすめはかけうどんです。香川県全域に多店舗化しているチェーン店、気軽に入りやすい親しみのあるお店。今回は飯の山が綺麗に見える半山店さんに来てます。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちら。それでは入店していきましょう。こんにちは。丸一さんは全店舗がセルフ形式のお店になってます。お決まりでしたらどうぞ。かけの小お願いします。はい、かけ小入ります。今回はかけうどんの小を注文しました。なんとこの日は1のつく日で、毎月1、11、21日は丸一デーといって、うどんが全品50円引きになります。店名の丸一と合わせて覚えやすいですね。天ぷらは少し珍しい高野豆腐にしました。うどんで少しお得になった分、天ぷらをもう一個、玉ねぎ、紅生姜のかき揚げを取りました。それではお会計です。お願いします。はい、ただいます。かけの生姜を1つと玉ねぎのかき揚げ、高野豆腐1つ、400円になります。はい、それではお部屋を組んで好きな席で食べていきましょう。店内はこんな感じになってます。広くて日当たりも良くて、怖がりになってる座敷席も3つあるので家族でも来やすいです。それではいただきます。
麺は角の丸めな中太麺です。つるっとすすりやすく喉越しのいいうどんでした。コシは程よい感じで、3世代家族で来たとしてもみんなが美味しく食べられる麺だと思います。だしは淡い色をしたバランスのいいだしです。これといった特徴はないんですが、安定した美味しさです。それでは天ぷらもいただいていきます。まずは玉ねぎ紅生姜のかき揚げから。しっとりしている玉ねぎとちょうどいい塩梅で紅生姜が入っているので、酸味が程よくて美味しいです。それでは高野豆腐の天ぷらもいただきます。中からじゅわーっと出汁が染み出して、高野豆腐には油は全く浸透しておらず、衣できっちり区切られてます。高野豆腐の天ぷらって香川県だけなんですかね。もし今日の動画を見てさぬきうどん食べたいなって思っていただけた方、ぜひ高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして友達同僚の方に、うどん好きの方または香川県出身の方がおられましたら、ぜひこちらの動画そしてこちらのチャンネルのことをお勧めしていただけるとすごくすごく助かりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回のお店が好きな方におすすめのお店を下の概要欄の方に載せてあるので、ぜひそちらから動画見てみてください。いつもコメントも楽しみにしてます。今回のうどんの感想やおすすめのお店がありましたら書き込んでってください。それでは最後の一口いただきます。気軽に立ち寄れるとても入りやすいお店です。お昼時は仕事休憩の方が多く入られていました。丸一さんは香川でも大手のチェーン店なので、いろんな地域で見かけたらふらっと入ってみてください。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ごちそうさまでした。雨上がりの赤い夕焼けが綺麗で、俺はなぜかこぼれそうで歌ったのだ。濡れた風を突き放して走ったのは、ラインメイサーっていうタッチャー